はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定 ACPB04 仮面ライダーナックルくるみアームズです。はい、これはチームバロンのリーダーのザックが変身する仮面ライダーで、ロックシードランクは低いんですけど、ザックの身体能力もあって後半特に大活躍してましたね。外箱はこんな感じになってて、いつものプレバンと大体一緒です。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、ナックル本体とくるみアームズ、それとメットパーツとくるみボンバーです。武器パーツのくるみボンバーは2個ワンセットになってて、デザインはこのようになっております。ちゃんと手の形になってて、色分けも細かいですよね。そしてここにヒンジがあって、そこを軸にパカッと展開しますので、中に持ち手がありますから、ここに腕をはめ込むことでカチャッと装着することができます。若干遊びはありますけど、割としっかりハマりますね。そしてくるみアームズ全体はこのようになっております。メットパーツも形状はだいたい一緒です。そしてナックル本体全体はこうで、全身ブラックなんですけど、顔がかなり特徴的ですよね。一見すると黒カリのアンダースーツと同じっぽいんですけど、比べてみると結構違って、ナックルのアンダースーツは設定のデザインを細かく再現してますね。ではアームズ本体にメットパーツを取り付けて元に戻します。では変身。はい、上から降ってきて肩パーツにセット。くるみボンバーも左右両方とも展開して腕のパーツにセット。反対側もアームズは左右に開いて、後ろ側と前側ヒンジになってますから、これを奥に収納。あとはポーズを取らせれば、完成、仮面ライダーナックルです。おーナックルボリュームすごいですね。テレビ本編に比べて肩のアーマーパーツが若干大きいんですけど、逆にそれがいい感じですよ。はい、全体はこのようになってます。後ろまでちゃんと塗装されてますし、くるみボンバーもやっぱり大きいですね。アームズ装着状態の全身のバランスはすっごいいいです。はい、近づいてみるとこんな感じ。複眼の色の変更もわかりやすいですし、メットパーツの位置もバッチリですね。可動はいつものアームズチェンジ基準ですから、首がグリッと動いて、両腕の付け根と二の腕、そして肘、くるみボンバー装着状態でも手首はちゃんと回ります。そして腰も動いて、両足の付け根と太もも、膝と足首。アーマーパーツはヒンジで動きますけど、やっぱりちょっと動きには干渉しちゃいますね。ちなみにポーズをつけると、こんな感じとか、こんなのとか、格闘ポーズがとにかくよく決まります。はい、同じアームズチェンジのバロンとマリカがあれば、チームロードバロンも再現できます。この組み合わせも非常に良かったですよね。さらにブラーボとグリドンを用意して、バロンレモンに入れ替えれば、はい、ガイム屈指の名シーンの派手に動くなエンジンだ、あのシーンがなんと再現できました。はい、やっとここまで揃いましたね。いや、5人並ぶとかっこいい。そして、マリカ、ナックル、ブラーボ。この3体はプレバン限定ですから、アームズチェンジでのこの再現はなかなか敷居が高いですね。はい、ということでプレバン限定 ACPB04 仮面ライダーナックルくるみアームズを紹介しました。くるみアームズ本体もくるみボンバーも造形文句なしでしたし、アンダースーツもしっかりテレビ再現されてましたね。アームズの変形もすごい簡単で、おもちゃとしても遊びやすいです。以上、プレバン限定 ACPB04 仮面ライダーナックルくるみアームズの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。